左の門と同じか。こちらには一体誰がいるのかしら。まだかな、まだ来ないのかな。もう楽しみすぎて待ちきれないくらいだよ。やれやれ、あいつかよ。しかもどうやら待ってるのは俺の方じゃなさそうだ。なあ、D 社、できれば彼女のことは俺たちに任せて。いいえ、私と彼女はある意味似たような境遇の存在です。私自身がこの先の道を見出すためにも、私は彼女ともう一度まみえなくてはなりません。わかった。消えましたね。これで領域に行けるな。相手が相手です。一方的に圧倒されないよう万全の体制で臨みましょう。ああ、もう一つの領域。ここはまた意外な場所だな。暴れん坊のシャーリーさんの内面とは思えませんが。確かに。いや、そうでもねえか。ええ、人の内面には様々な色があるように、これもまた彼女の持っている側面の一つなのでしょう。なるほどな。何があるかわからない。慎重に探索を始めよう。空の色が変わった。行ける場所も変化したみたいだけど、奥に進むためには工夫する必要がありそうです。しかし猫の目みてえにいきなり変わったっつうか、確かに気まぐれなあいつらしい場所かもな。ブラッディ・シャーリー、最強の傭兵団の娘。私のそこだ。任せろ。さて、分析を公開します。ゲットです。そこだ。俺の援護するわ。さあ、そこだ。よし、次に行くぞ。敵出現、やっちゃいましょう。はっ、俺の番だな。おっしゃ。はい、ターゲット詳細します。
行くぞ、行け。せいぜい改心するがいい。よし、
よし、私に続け。了解です。エヴァ、私、ヘリ、任せ。そこだ、行くぜ。わた、はい、わた、よし、やべ。わた、そこだ、おらん。エヴァ、よし、わた、ヘリ。これもみんなの勝利ですね。全力で行かせてもらうぞ。エヴァ、さあ、行くぞ。了解です。私のヘイ、俺のバスで。大丈夫ですか。任せてくぞ。よし、次に行くぞ。よし、私に続け。よし、やっ、そこだ。任せて。さあ、先を急ぎましょう。行くぞ。行くぞ。行くぞ。メテオ。よし、上出来だ。悪くない。敵発見。強制排除する。さあ、行くぞ。貴様。悪くない。敵発見。強制排除する。先を急ぎましょう。邪魔だ。よし、ここは俺たちのターンだ。私、そこ、私、そこです。そこです。俺の番だ。そこだ、そこだ、行くぞ。そこだ、よかった。
くぞ。俺の私の番。やっさて、パン速だ。俺で速だ。大丈夫ですか。任せて。やっ行きます。えい任せてくれ。任せておけ。俺の番だ。そう。みんな大丈夫か。シャーリお行儀よく待ってたじゃねえか。いつものお前だったら我慢できずに襲ってくるだろう。ブーブー、ひどいなランディ兄は。まあ確かにランディ兄たちだけならサクッと出撃して殲滅してるけどさ。おい、フリーダムすぎます。冗談なんかじゃないのよね。さてと、リーシャ、気合は十分みたいだね。アルカンシェルでの続き、最高に気持ちいい殺し合いを始めるとしようか。そのためにシャーリーはここで待ってたんだからさ。お断りします。ちょっと待ってよ。ここまで来てそんなのってありなの？確かにあなたと私はどこか似ているのかもしれない。私は院として物心ついた時にはそう育てられていました。あなたも多分気づいた時には戦場という世界にいたのでしょう。まあね。実戦が9歳からっていうのはランディ兄と同じだったかな。親父もおじきもイカれてるとしか言いようがねえけど。でもシャーリーは一度だって嫌だなんて思ったことはないよ。確かに痛いし辛いこともあるけど、戦場ってキラキラしてるし何よりもワクワクできるから。リーシャはそうじゃなかったの？残念ながら
好きでも嫌いでもありませんでした。それは私にとって空気みたいに当たり前で、標的の命を奪うことすら特別な考えはありませんでした。その意味ではあなたよりも人らしくはなかったでしょう。リーシャ、リーシャさん、ふーん、かわいそうだね。でもよかったじゃない、アルカンシェルっていう他の楽しみが見つけられて。シャーリーもリーシャがインであるかどうかなんて別にどうでもいいし。ひどいです。お前らマジでイカれてるぞ。自分が何をやったのかちゃんと分かってんのか。アルカンシェルを襲ったこと？だってああでもしないとリーシャは本気でシャーリーと殺し合ってくれないでしょ。悪いとは思うけど仕方ないよね。話が通じんな。リーシャ大丈夫、彼女のことは分かります。もし私が陰の道に喜びを見出していたら、きっと彼女と同じものになっていたでしょうから。ああ、シャーリーさん、はっきりと言います。私は死にたくはありません。え？クロスベルに来るまで私はいつ死んでも構わないと思っていました。いえ、自分が死ぬということを意識すらしたことがありませんでした。でも今は生きていたい。生きて新たにつかめた光を大切な人たちと一緒に追い求めていきたいんです。だからあなたとの殺し合いには応じることができません。リーシャ、リーシャさん、よく言ったぜリーシャちゃん。だったらなんでわざわざこんな場所に来たのさ。リーシャもシャーリーと戦いたかったんじゃないの？再起不能になったイリアの仇を取りたかったんじゃないの？イリアさんは絶対に何があっても復活します。その意味で私があなたに復讐する理由はありません。復讐されたいのであればイリアさんが復活した時にでも彼女に会いに来てください。多分きついビンタを一発もらえるでしょうから。確かにイリアさんならその程度で済ましそうですね。私がわざわざロイドさんたちについてきた理由、それはあなたと私自身に証明するためです。今の私があなたよりも強いと。暗闇の果て、新たな光を見出した私に、血塗られた荘園の道しか知らないあなたは及ばない。それを証明してみせます。本当リーシャは最高だよ。単なる殺し合いなんかよ、ずっとワクワクする。本当にクロスベルに来てよかった。いいよ、それじゃあ早速始めよう。ランディ兄たちもついでに相手をしてあげる。シャーリーたちの戦いにちゃんとついてきなよね。抜かせ。それじゃあとことん楽しもうか。ここは引けません。俺の番だな。
よし、バーストです。私の番ですね。はっ、行きます。ターゲット召喚しました。ゲットです。行くぞ。任せてくれ。
私の番です。ドライブ開始。はい。エニグマ駆動。行くぞ。エニグマ駆動。やっ。それ。いいよ。このまま最後まで行こう。行けー。そこだ。私の手に入れたものですから。文句があるならあなたも手に入れたらどうですか？今んとこシャーリーには無理かな。まあいいや。それじゃあサクッとやっちゃってよ。今だったら思い残すことあんまりないしさ。だからやりません。人の話はちゃんと聞いてください。ち、ああ、最高の気分のまま行けると思ったのにな。こら、ガキが名前言ってんじゃねえ。ランディにひどいな。言っとくけど、パパがお待ちかねだからね。覚悟、決めた方がいいと思うよ。ふん、わかってるっつうの。お兄さんたちも、まあせいぜい頑張りなよ。あの牽制もすごいし、お嬢さんもやばそうだし。でもまあ、あの子、なんか辛そうだったから、笑顔を取り戻すために、頑張るのもありかもね。ああ、もちろんそのつもりだ。今度遊ぼうね。本当にお騒がせな子だったわね。すまねえな、俺の身内が。でもキーアのことを気遣ってくれたみたいだな。リーシャ、体の方は大丈夫か？はい、皆さんがいてくれたおかげです。それと私の中にいるイリアさんが力をくれました。
だから勝てたんだと思います。なるほどな。確かにそれではシャーリーさんに勝ち目はなかったでしょうね。ええ、負けるわけがありません。これでこの領域も解放できたと思います。一旦門まで戻りましょうか。ああ、そうしよう。あいつは目を覚ますまで放っておくしかねえか。今のタイミングなら何人か頭を吹き飛ばせたのに。本当もう調子狂っちゃうよ。ダメだ、今度こそ落ちる。やっぱりスカウト受けた方がいいのかな。結界が。どうやら二つの領域を解放したからみてえだな。これでようやく先に進むことができますね。ああ、でもさすがに厳しい戦いだったからな。みんなへの報告もあるし、一度メルカバに戻っても良さそうだ。Thank you.
敵出現めんどくさいです。行きましょう皆さん。はい。
よっしゃ援護するぜ。おっしゃうっしゃいい感じだぜ。お疲れ様です。はい先生、この始めましょう。了解。さてと、はい行きます。ターゲット同行しました。入手しました。私のいや任せた。迎撃完了。みんな先に進もう。はい先生、この始めましょう。了解。そう任せて。良いデータが取れました。やっ奇襲成功。チャンスです。了解。やっと私の番です。ターゲットを即死に移しました。オールグリーンです。
グッジョブです。お疲れ様です。
よし、一気に行くぞ。おいでさ、チャンピオン、固めて。私は、データ収集終了しました。成功、チャンスです。了解、チャンスだ。よし、畳めた。
行くぞ。やや行きません。みんな怪我はない？厳重出現、警戒してください。了解です。ジョブです。